本日はですね、皇室毛筆書籍の検定、明朝体活字と手書き文字の違いを理解するということで、やっていきたいと思うんですけれども、明朝体活字とか手書き文字って聞いたことありますでしょうか。まず明朝体活字っていうのが、まあ、例えばこんな感じの、字ですよね。今印刷された字というふうに思っていただければ、大丈夫ですと。普段我々がよく目にする、まあ、書体といいますか、新聞とかは全部これですよね。本とか、そういったものに紙にこう印刷される字というのは大体明朝体活字のことが多いです。で、一方でその手書き文字っていうのがですね、私例を書いてみました。まず左にありますのが明朝体活字です。で、右にありますのが、私が手書きで書いた、手書きの文字になりますと。で、ちょっと詳しく見ていきますとですね、まず道という字を比べてみたいと思います。で、一番これパッと見で違うのが、はい、こういうところ、神妙のこのジグザグのところですよね。手書きのところは結構ちゃんとジグザグしているんだけれども、明朝体活字の方はなんかこうジグザグしておらず、まっすぐにこういうふうに書かれてしまっているので、例えばまあ手書きで書くときに、こういうふうに明朝体活字で印刷されたような雰囲気でまっすぐ書いてしまうと、それは正しくないっていうふうにことになるんですね。で、次にですね、入るっていう字ありますよね。入り口の入りとか。注目していただきたいのは、このここの部分ですよね。ここの部分。明朝体活字の方は、なんかこういう横線が、横画が一本ピッというふうにしっかりと入っているんだけれども、手書きの文字の場合は、それが入っていないと。まあ、ほぼほぼ、右払いの形になっているということですよね。まあ、これも先ほどと同じく手書きで書くときにこの横画を1本しっかりとピッと入れてから書いてしまうとそれは正しくない字ということになってしまうと。次に北なんですけれども、北はここら辺ですよね。ここら辺がなんかおかしいと。明朝体活字の方は、この横画1本に左にこうなんか点画が2つありますよね。小辺にすごい近いんですけれども、まあ、しかし実際の手書き文字に関しては、まあ、そういうふうにはなっていないと、そういうふうには書きませんということですよね。で、次にこの「いう」に関しても、まあ、ここが明朝体活字と、違いますと。明朝体活字の方はこの1画目がこう横画しっかりと1本ピッというふうに書いているに対して手書き文字に関しては斜め点1個もしくは縦方向の点になったりするんですね。まあ、今言ったのが明朝体活字と手書き文字の違いですと。で、これ日常生活を送る上では別にこの手書き文字をしっかりと理解して書かないといけないのかって言ったらそういうわけでもなくて、日常生活においては別にまあ読むのは人間なのでなんとなくこう書けていれば活字っぽく書いたとしても、まあ、人間ですから理解ができると。で、もしこの検定試験、この検定試験に、を受験して、合格したいということであれば、この手書き文字っていうのをちゃんと理解をしないといけないということですね。最低限正しく書く、これはもう絶対に必須になってきますと。先ほど最初に お見せしたこのここに書いてある5つの語句、これは皇室書籍の検定試験の過去の問題から抜粋をしたんですけれども、こんな感じで明朝体活字でお題が示されるんですね。これを手書き文字に変換しないといけないということでございますと。で、もちろんその手書き文字と明朝体活字が、まあ、ほぼほぼ同じような雰囲気で書かれているのが、まあ、ほとんどなんですけれども、まあ、さっきお見せした、まあ、こういった例ですよね、まあ、こういった手書き文字と明朝体活字、これがちょっと違う漢字も中にはありますので、しっかりとこうどの漢字が違いがあるのか、つまり明朝体活字と手書き文字の違いがあるのか、それをしっかりと理解する必要があるということですね。それはもう本当に最低限のところ。で、次にこの検定試験っていうのは、正しく書ければいいかって言ったら、そういう試験ではないんですね。この検定試験っていうのは、まあ6級から1級まであって、で高い級になっていけばいくほど正しく書くの他に美しく書けっていうことも求められるんですよ。これ美しく書くってどういうことかっていうとちょっと今から説明をするんですけれども、で美しく書くっていうのは具体的に例えばどういうことかっていうと、葉っぱの葉で、説明をしていくと、例えば明朝体活字のこの葉っぱの葉はこの、長い横画が3本ありますよね。この1本2本3本と
で、これ全部同じ長さ。で、なんならこう、左払い、右払いも同じ長さになっていると。で、手書き文字の方を見てみると、なんかその今言った横画3本、どうですかね。結構、上と下の横画は、まあそれなりに短くって、なんかこう真ん中の横画がすごく長くなってますよね。またこう、木の部分の左払い、右払いが、なんかこう止めるような形になっていると。カタカナのホみたいな形になっている。まあそういった点画の長さに変化をつけることによって、今こう赤丸で示したように、まあまあ、余白が生まれるんですよね。でこの余白が、まあ、人間が見た時にあ美しいなっていうふうに感じるようになっていると。これが美しさの正体。じゃあ例えばその明朝体活字のこの形、この形を手書き文字でそっくりそのまま書いたら、じゃあ間違いなのかって言ったら間違いではないと。それも正しい。しかし、じゃあ美しいかどうかっていう観点で見た場合は、うん、ちょっと美しくないよねって感じになっちゃうんですね。合ってはいるけれども、まあ、美しくはない。まあいいとこ4級ぐらいかなっていうレベル。で、次はこの書っていう字を見ていきたいと思うんですけれども、書もよく見てみると、この一番、まあ、一番上じゃないですけれども、この一番上から2本目のこの横画が長いです。で、この下の方にあるこの横画もすごく長いです。で、実際の手書き文字を見てみると、この横画が長いです。これは明朝体活字と同じ。で、下の方を見てみると、そこまでこう明朝体活字と比べると、長くはなっていないと。で、こうすることによって、でもこの赤丸で示したところに余白が生まれて、なんだか綺麗に見えるよねっていうふうに人間は思うと。で、さっき葉っぱの葉で言ったように、じゃあこの明朝体活字をそのまま手書き文字として書いた場合はどうなのか、正しいのか。で、正しい、正しくないの観点で見た場合は正しいです、それも。しかし、美しいか美しいか、そういった観点で見た場合は、ちょっとあんま美しくないかなっていうふうに言われてしまう。正しいの次に美しさを求めたいですよね。で、美しさの正体っていうのがこういった余白の部分ということになります。で、余白を作るためにはどうしたらいいかっていうと、点画の長さに変化をつける。じゃあどの点画を長くしたり短くしたりとか、どの点画でも長くしたり短くしたりしていいのか。それは実はそういうわけではなくって、ここの点画を長くした方がいいよっていうのはですね、大体決まってます。決まっているんですけれども、じゃあ誰が決めたのかって言ったら、それは中国の昔の古典ということになってきますと。まあ、楷書は中国の唐の時代に完成したっていうふうに言われていますけれども、もう唐の時代の楷書はね、もうそれはもう美しいですよ。大昔の人がどこを長くしてどこを短くすると美しく見えるよっていうのはもう発見してくれているので、古典を参考にされるといいんじゃないかなって思います。もちろん古典だけじゃなくて、まあ、いろんな教材が世の中に、まあ、あると思うんですけれども、そういった教材を読んで勉強して、まあ、私が以前紹介した教材の、まあ、書籍ですよね、そういったものも参考にしていただいていただくといいんじゃないかなって思います。で、字が綺麗になりたい場合、もちろん書道のその古典っていうのをですね、勉強して吸収する。そうすることによって字っていうのは結構綺麗になってきたりするんですけれども、私の印象としてはそれをやってるとちょっと時間がかかる、とっても時間がかかってしまうと。なので、まあ綺麗に見えるその法則、これをまとめた、まあ、書籍、そういったものからまずは勉強していって、まあ、その後にこう古典を臨書していくっていうような順番でやっていただくと、結構そのどこを気をつけて臨書すればいいのかとか、まあ、結構その古典の細かいところまで見れたりするので、まあ、いわゆるそのお手本の見方ですよね。そういったものを身につけてから古典を臨書されると結構吸収が早いんじゃないかなと思います。まあ、ということでちょっと話が脱線してしまったんですけれども、次はこの江東区の項絵ですね、行っていきたいと思いますと。この絵に関しても、まあ、明朝体活字はこの作りにある工事の項、これが結構もう上ギリギリ下ギリギリまで書かれていますよね。で、手書き文字の場合は、はい、こんな感じで上と下に余白を結構作ってあげると綺麗に見えるんですね。まあ、美しく見えるっていうだけであって、まあ、何度も言いますけれども、この明朝体活字のこの形をそっくりそのまま手書き文字で書いた場合、正しくないのかっていった場合は正しい、ちゃんと正しいと。だけど美しいか美しくないかっていう観点で見た場合は、ちょっとそんなに美しくないかなっていうふうに判断されちゃう。で、次にですね、結構これありがちな書き方なんですけれども、成功の性ですね。成功の性は、はい、この一番下のここにですね、余白を作ってあげるといいんですね。で、この余白を作るためには、ここの右下にグイーッと進むここの点画、これをですね、すっごく長くしてあげると、ここに余白が生まれますと。で、明朝体活字の場合はなんかこう正方
計の枠の中にどうしてもこう収めないといけなくなってくるので、まあ、そういった正方形の中に収めるという制約がありますと、まあ、なのでこんなちょっと変な形になってるんですけれども、手書きの場合は右下に進むここの点画をグイッと長くしてあげて、ここの下に余白を作ってあげると綺麗に見えるということですね。はい、こんな感じでですね、この明朝体活字と手書き文字の違い、正しく書くっていうのはどういうことなのか、美しく書くっていうのはどういうことなのか、それを理解して普段の、まあ、お勉強をしていただけると検定試験の合格率が上がるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいということですね。以上になります。